はい、チゃオ亀岡です。今日はですね、質問をいただいたので、えー、仮想通貨についてですね、それについてお答えしていきたいなと思っております。今、仮想通貨、まあ、ビットコインですね、非常に爆上がりしているので、まあ、皆さんもね、興味があるんじゃないかなと思っております。今日はちょっとゆっくり話していきたいんですが、まずはね、えー、先生、仮想通貨に対してはいかがでしょうかと、おやり方がありましたら、えー、ね、あの、ぜひご教授くださいっていうことなんですよね。 で、仮想通貨ね、まあビットコインを中心に話しましょう。まあリップルとかありますが、えー、まあ今とにかく爆上がりするのがビットコインですよね。2017年から2018年にかけて一旦大部分になった後ね、ちょっと一回下がった後、ものすごい今ね、えー、爆上がりをしてます。もうバブルっていうか、これこそバブルですね。まあ株式投資とかね、よくはく不動産の話とかしますけども、まあそんなものはもう甘いですよね。ビットコインを見ると、もうバブルっていうか、 もうこんなバブル見たことないぐらい。まあ見たことありますけど、他にも不動産バブルとかチャイナバブルとかね。え、いろいろバブルは常に起こってるんですけども。まああの、ここ最近だと一番バブルなんじゃないですか。ま金とかそういうようなものはもう、 あの、目じゃないですよね。ここまで上がっちゃってたら。だってこの時に僕はニュースとか見てましたもんね。テレビであの芸能人がね、えー、ビットコインやったりとか、あとね、あのなんかそういうバーとかで、なんかビットコイン、なんか億万長者みたいなね、えー、まあ富裕層みたいな形でビットコインで儲けましたみたいなの出てきて。でね、まああれは多分勧誘とかセミナーに唯 <laughs> 一するためにやってるんだろうなっていうのは僕はもうね、そのままあ、わかってましたけど、あの別にそれはいい悪いじゃないですよ。そういった番組じゃないので。 あの、まあ、そういった意味ではね、えー、じゃあ、そのやり方とか方法論とかあったら教えてほしいってことなんですけども、まず僕はね、ビットコインや,やらないんですよ。あの、この方にもお答えしましたが、えー、で、そのやらない理由と、えー、なぜやえー、ね、僕がそのビットコインをその投資先として検討しないのかっていう、まあ、明確な理由、あの、答えがあるんですよね。それを皆さんにお,お伝えしたいなと思っております。で、 ビットコインは別に否定するわけじゃないので、ね、あの、別に投資先としてもね、えー、まあ有効かもしれないですし、まあこれによってね、送り人になるんであれば、まあそれはそれで、えー、まあね、大事な投資先になると、主張になると思いますし、なるよりね、 えー、ただこれを知っているかしない、知らないかで、よりビットコインで儲けやすい、儲けにくいとか、そういうものもね、決まってくるんじゃないかなと思ってますし、やっぱリスク管理が全てですよね。株式投資も含めて、投資というのは、一気に財産を失ってしまったら意味がないので、その辺もね、含めて、まあ知識として押さえておくといいんじゃないかなということを、これから話したいなと思っております。で、まずはね、ビットコインを含めた仮想通貨のメリットをですね、ここからおさらいしていきたいと思うんですが、まあほとんどの人はね、えー、人儲けしてやろうとかね、えー、まあ株式分散のね、えー まあ投資分散の一つとして、まあ、資金運用でね、えー、やってるんだと思いますがやっぱ、えー、とビットコインを含めた仮想通貨のメリットはやっぱり国境を越えて利用できるものがね比較的多いというのがあります。それから送金スピードが、ねまあ、デジタル対デジタルなので、まあ、早いんですよね。それから決済のね安いものがあるとまあ,あのそういったものがまあ多いっていうふうに一般的には言われてますよね。それから小額でで投資をできるっていうのも ま、比較的ね、あの、メリットがあるかなと。まあ、株式投資か不動産だと、まあ、今はすごいね、1万円とかね、数百円できるみたいなものも,も,のもありますが、まあ、あの、ビットコインはね、比較的安いというのがあります。まあ、小額で投資をできるということですね。それから、個人間送金とかね、まあ、これ社会問題にもなってますけどね、えー、ま、これを人質に捉えてね、えリスクとかね、そういう個人情報を人質に捉えて、送金しろみたいなね。これはやっぱ後が追えない。まあ、ビットコインはね、後が追えないんですよ。追跡は難しいので、まあ、でもそういった意味ではね、 えーまあ、個人間送金とか企業間送金も、ね、できるというのがメリットになっていますじゃあ逆にデメリットって皆さん考えたことありますかね、まあ、投資以外でですよ えー、それは何かというとね、まあ、よく問題になりましたけれども、やっぱハッキングされる可能性がありますよね、まあ、デジタルなので、二重三重の防壁を、まあ、設けていたとしても、まあ、意図的に、ね、それが解放されたりとか、内部の人間だってね、えー、システムの強い人が急にね、その鍵を開けて、ハッキングされてしまうということも、まあ、十分可能性としてはありえますし過去にもう2度、3度起きてますよね、それが本当か嘘かは別にしてですよ、おそういった形で、まあ、資金をね、 とか資産を隠遁されてきていますので、まあ、保証されているケースもありますが、まあこれ一つ怖いですよね。過剰投資の場合は、ちゃんと株式っていうものはこう何て言いま分 なってますね。別のところで保有されていますので、こういったハッキングされてなくなるってことはまずない。まあ、今まで起こったことないですよね。も、ま、う、あ、起こらないと思いますね。えー、そういった意味では、まあ、その、不動産もね、動かせない。だから不動産。不動産っていうのは動かせないから不動産って意味なんですけども、その資産をね。えー、そういった意味では、まあ、えー、一つ怖いかなと。それから値動きが激しい。まあ、今ひたすら上がり続けてますけども、まあ、僕の相場歴21年の考え方からいくと、上がったもの、急激に上がったものが急激に下がるので、まあ、値動きは怖いなっていうのは、まあ、激しいなというのがあります。 もちろんだからね、ボラが高いから儲かるんですけどね。えー、それからね、えー、売買のね、利益に対する税率が高い。これで意外と知らない人多いんですよね。カズ投資っていうのは、えー、今ね、国がその優遇処置ですよね。あの、要は資産運用する人を増やしたいので、えー大体、だいたい20%に、 えー、税率が、えー、なんて言いますかね、えー、分離課税って言って、いくらね、例えば経営者として設けても、不動産で運用で設けてもお、株式投資は20%でいいですよっていう、累進課税じゃないんですよね。経営者なんかやってると、この累進課税に悩まされるわけなんですよ。おね、こう、どん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 その自分の収入が増えれば増えるほどとかね、不動産意見が増えれば増えるほど、累進で、えー、年収が高く,高くなれば高くなるほど、その税率が高まるんですよ。例えばね、ビート竹んが実際,に実際に言ってますよね。えー、2億円 稼いだら1億円の税金が来たみたいなね3億円だったかな3億円を稼いだらね全盛期ですよ。 2億円のね、課税が来たみたいなことを言ってましたけども、まあ今でもそれぐらいあるかもしれないですけども、それぐらい、その累進課税っていうものが高いんですよ。でも一方で株式投資は、もう分離課税なので、いくら課税でも20%、確かです。僕は、まあもちろん税理士じゃないので、もしかしたら違うシステムが働いてるかもしれないんですが、まあ20%と言われています。なので、稼ぎやすい、それから富裕層がまあ利益を追求しやすいっていう、あとは、あの、まあ税法的に 優遇されているので、それを利用しやすいというのがあるんですよね。じゃあ、ビットコインは、えー、税率いくらか知ってますかと。これおそらく累進課税と全く同じなんじゃないかなと思っております。もちろん、あの、調べてないので、調べろよって話なんですけども、まあ、大体五十だからその50%から55%っていう、まあ、もちろんね、収入によって変わってきますけども、ご自身のね、皆さんの収入によって変わってきますが、まあ、たくさん儲ければ儲けるほど、えー、30%、40%、50%、最大55%ぐらいまでいくんじゃないかなと思います。全然違うわけなんですよね。同じ 儲けでも2倍以上取られてしまう可能性があるというのがビットコインのデメリットですよね。えー、それから、えー、その国ごとの法律変更率がある。例えばね中国だと、えー、仮想通貨禁止しまして、えー、一時期言ってた記憶がありますし、今後 お、国が混乱するんであれば、いつでも停止されますよね。例えば、えー、Facebook だってね、えー、仮想通貨やろうとしたら、えー、例えばね、上院会員でね、確か、あのー、アメリカの場合ですね、政府ですかね、えー、待ったかけますよね、議会が。えー、やっぱそれはね、えー、これまでのお、いわゆるアメリカのドルが弱まるからっていう、多分そういった国家的な理由だと思いますが、それは別に日本だと起こるかもしれないですし、フランスで起こるかもしれない、イギリスだと起こるかもしれないですよね。アメリカでも起こるかもしれない。中国だって、むしろ、 中ななんかか早く起こるかもしれないですよね、えー、それが、えー、彼らの共産主義を揺るがすものだったらですよ、おすぐに多分、明日からでもなる可能性がありますよね。まあ、こういった形で国ごとの法律の変更リスクで急にその仮想通貨が駄目になる可能性があります。実際にありますよね、えー。ついこの間もアメリカでそれで急落するみたいなね、えー、そういったことが多いんじゃないかなと。まあ、そういうリスクがあるんじゃないかなと。それからやっぱ 詐欺が多いですよね。仮想通貨って。これは詐欺っていうのはビットコインそのものが詐欺っていうことを言ってるんじゃなくて、そういったものに対する、いわゆる勧誘詐欺、それからセミナー詐欺、それから金融詐欺ですよね。投資詐欺になりますけども、こういうものが非常に多いんですよ。僕の周りでも、たまにね、あの、まあ友人しかそういうのをお答えしないですけども、あの、こういったビットコインのね、とかあの、仮想通貨のセミナーに誘われているんだ,いるんだけども、どう思うみたいな。まあ大体純粋なね、 人が多いんですよそういうのに言って、騙されちゃう人っていうのはね、気持ちが純粋ってことですけども、いやいや,いやそれ、あの、あまずいでしょうみたいな、元本割れするし、そもそも帰ってこない可能性があるよみたいな、これ、ね、年に何度も起きてるんですよ、そういった、あのそもそもあの預けたお金が戻ってこないみたいな、その仮想通貨関連でね。まあで、仮想通貨っていうと結構ね、えー、デジタルですし、最先端を言ってるように見えるので、例えばね、その仮想通貨証、 証券みたいなのを作りましょうみたいな仮想通貨同士でその証券内でねやり取りをして、えー、あらゆるね物とか品とかサービスを変えるように今後していきますみたいなことを結構言いやすいんですよ。そういった意味ではもちろんそうじゃない会社もいっぱいありますけどもそのような形に見せることによって仮想証券まあいうのね仮想空間みたいな形に見せて、えー、そこで人儲けできますよということで、えー、勧誘して実は詐欺だったそこに投資したものは戻ってこないみたいなことがついこの間もありましたしその前もありましたし。 しその前はありましたしみたいな形でここ半年ぐらいでも56件起きてますよね、えー、飛んじゃったみたいなことがね、えー、そうもうネットのインターネットや YouTube で調べればいっぱい出てきますので仮想通貨詐欺とかね、まあ、そういうのちゃんと、ね、調べる必要がありますしそれがまあデメリットなのかなと。 で、あとね、やっぱり仮想通貨と電子マネーっていうものの比較もやっぱり必要かなと思うんですけども、まあ電子マネーはね、まずその国にまあある程度保証されてる、もしくはその銀行に保証されてる、銀行保証すのはね、国なので、えーね、仮想銀行とかないですよね。 まあ、そういった意味では、仮想通貨はあるけど、仮想銀行はないって面白いですよね。えー、別にセブンイレブンだってね、セブン銀行だってちゃんと仮想銀行じゃないです,ですので、ちゃんと国から承認されてますので、まあ、そういった意味ではある程度、えー、保証されて担保された上で、えー、加盟店舗とかね、えーお金、お金の代わりとして使えると。 で、まあ逆に言えばね、えー、仮想通貨っていうものは別に銀行に今のところね、完璧に保証されているわけじゃないので、やっぱり信用がちょっと薄いっていうことで、えー、利用できる場所はまだまだ少ない。まだまだね、今のところですけども少ないですよね。だから仮想通貨で家を建てたいので、ね、トヨタホームさんに家建ててくださいみたいな。言っても多分建ててくれないので、まあそれからやっぱ信用がないっていうことになります。 それからね、えー、やっぱり電子マネー、一般的にはね、えー、銀行が、まあ、管理、運営せるので、えー、まあ、ちゃんと銀行というのはね、えー、三菱 UAG も含めて、えー、国がね、承認しないと銀行というのは運営できないので、えー、中央集権的、まあ、わかりやすく言ったら、え、国にある程度保証担保、国が担保せるってことに近いんじゃないかなと思います。まあ、電子マネーもね、えー、もちろんそういったことがないものは、えー、ね、 かなり仮想通貨に近いですので、えー、まあその信用はできないですけども、一方仮想通貨はまあ冒頭でも先ほど話した通り、中央集権的ではない、いわゆる国が関与を認めているところはまだ少ないですよね。企業が関与するところありますよ、えー。テスラみたいにね。えー、ただ国がね、そこにあのしっかりと踏み込んでいるところってまだないですよね。どちらかとというと こ僕の予想ですよ、ここからは。完全に切り離していただきたいんですけども、むしろ、えー、国はどん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 仮想通貨から離れていくと思いますね。法整備とか、えー、いわゆるこう法律でね、規制をしたりとか、えー、やってもいいけども、国は一切関与しない、認めない、そこで何かあでも、国は、えー、出ていかないですよということをどんどん強めると思います。なぜかというと、ドルでも円でも、元でもね、えー、フランでも何でもいいんですけども、仮想通貨とやっぱりこう対立する。 あの、カニバリゼーションって言いますかね、えー、利益を、あの、お互いに食い合うので、あの、政府としてはそれを認めるのはなかなか難しいとは思っています。そういった意味では、えー、国のね、そういった、まあ、利害が一致しないところがあるので、えー、どちらかというとね、信用を増していくっていうのが今後、まあ、えー、どっちにかわかんないですけどね、えー、まあ、僕は難しいんじゃないかなと思っております。まあ、ブームを過ぎたらの,の話ですよ。 あもちろんそうなるとは限らないので、皆さんの方で考えていただきたいんですけども、つまりこれ要約するとね、えー、仮想通貨と電子マネーは、まあ、発行形態が、まあ、そもそもその出所が異なりますよね。まあ、お金も含めてですけども、で仮想通貨と比べるとば使える場所もつかない少ないですし、仮想通貨はね、やっぱお金とか電子マネーと違って保護されていないと、保護ルールが国によって違う、まあ、っていうのがあります。 で、これらを踏まえてね、えー、僕的に、まあ、あの、なぜ、えー、じゃあ株式投資とか不動産投資はしてね、まあ、金もとかね、ETF ももちろんアメリカの、おまあ、あの、インデックス投資もしてますよ。ただ、えっ、ー、と、ビットコインはしないと。これはね、えー、まあ、これらを踏まえて、まず一つは、今後、規制が入った時に、えー、ね、ビットコインが使えなくなるとか、急落するリスクがあるんじゃないかなと。で今、ブームなので、まあ、いいですけども、おこれがね、規制が入った途端に、 一旦規制が入ったら、もう瞬く間にあの急落すると思うので、まあ、これがね、怖いなというのがあります。規制が入るか入らないかは別にしてね。えー、ただね、それがまあ一つリスクとしてあるの,あるのと、これはまあ投資家的なね、えー、相場的な考え方なんですけども、ビットコインって特別なルール、特別な土俵、 特別なゲーム版で動いてますよねそういった意味では僕がこれまで使ってきた21年間の相場経験とか変動感覚とかが一切使えないんですね。つまりこれまでの経験とか体験が生かされないこのチャートの動きからはね。 まあ、このチャートの動きを見て、それを生かそうということ自体が難しいですよどこで乗ってどこで降りるかしかないんですよ。わ、まあ、かりやすく言うとお、ネットワークビジネスですよね。えどこで入ってどこで出るかみたいな。もうそれに近いんですよね。もう後から入った人は常に戦々恐々ですし、この辺りで入った人はもう出てるかもしれないみたいな世界じゃないですか。わかりやすく言うと。これを、だからそのビットコインをね、どう,どうその経済圏の中で活用成功かって考えてビットコインを買ってる人ってそうそうまずあんまりないんですよ。やっぱり、えー、投資、投機で考えている人がいるの ので、そういった世界って僕は今まであまり経験したことがないつまり僕の経験がか体験が生かされないですし別次元の全くあの違うルールですよね違う勝敗ルールであるっていうのもやっぱ懸念材料ですよねそこの勝ち負け判定がこれまでの僕のなんて言いますかね知ってる勝ち負け判定とは違うっていうことなんですよまたね 例えですよ。じゃあ僕はまあビットコインやったとしましょうと。まあ相場歴21年間ありますし、知識もね、えー、投資のスキルもそれなりにあるので、まあゼロから積み上げたら勝てるようになるかもしれないというのがありますよね。そこにしっかり集中すれば。一回集中すると僕スイッチ入るとものすごく研究するし、多分ビットコインの本とかもね、30冊ぐらい読んで、その、何て言いますかね、黄金パ,黄金パターンとか、あの成功するための こういうね、ニッチ戦略みたいなことを多分見つけ出してくるのは得意なんですけども、まあ一点ね、じゃあそれをまた、えー、とビットカインのブームがすりぎった後に、再び横展開できるかどうかわからないじゃないですか。で、経営もビジネスも投資もね、やっぱその一度培った経験というのは常に横展開をしていくことによって、えー、勝ち続けるっていうのが、まあ絶対法則なんですよね。だから 経営者っていうのは 2, 2社目3社目4社目やっても横展開ができるので、新事業でもね。成功させやすいんですよね。まあ、そういった意味では、あのまあ、今回のビットコインというものの、経験を横展開するのが難しいだろうという判断があるので、まあやっぱ手を出しにくいかなと。あと、やっぱ一過性のブームなら。 仮にですよ、ブームなのか分かんないですけども、仮に一過性のものだったとしたら、それは投資じゃなくて、僕から見ると、例えば投機なんですよね。投資と投機は違うので、まあインターネットでぜひね、えー、金融リテラシーを高めるためにも調べていただきたいんですが、やっぱり投機マネーにね、自分は首を突っ込むっていうのは否定しているので、自分のマイルールとしてね、あの、ビットコインがそうだってことを言ってるわけじゃないんですけども、であれば、えー、手を出さないっていうことになっていますね。あとは、まあこういったことって、相場歴21年間に中にいると、 昔 FX ブームってありますよね。えー、トルコリラとかね。えー、あとは、えっ、ー、と、なんて言いますかね、えー。日本のね、女性、主婦の人が、まあ、こういったね、えー、投資をしてね、FX に。で大きに、大きく稼いで、同じような形だってテレビ出てね、えー、こういう人がいますみたいな。でも、一点、ブームが過ぎ去ると破産していたみたいなことって結構あるんですよ。まあ、そういった意味では、まああの、よく繰り返してきたことなので、まあ、それをまた見てきたので、まああの、手を出さないっていうのも、 ありますよ、ね、でやっぱりその手堅く感じるかもしれないですけども本当の相場師っていうのはやっぱその世界で食べてるって自負があるので逆に手堅いですよ。 あんまりそういった不確かなものには手を出さない。そこで勝ってしまうことによって自分の相場感覚とか経験が狂うとかね。えー、なんか、あの、新しい、なんて言いますかね。その、要は狂ってしまうってことですよね。えー、それをやっぱこう恐れるっていうのがあります。なので、あまりそういったものに手を出さないというのがあります、ね、だから IPO に手を出さない、相場しっていうのはね。えー、そこに、で、勝ったとしてもね、ルールが生かされないですし、狂っちゃうのでね、えー、その自分の相場感覚が。 ただ、あの、最後になりますが、否定するわけじゃないので、えー、もしかしたらね、これによって、あの、さらにこっから5倍、10倍ってなったら、むしろ株式投資やるよりも楽で。 あの、稼げますし、あの、そこから送り人が出る、もっとたくさん出ますよね。だからまあ、それはそれでね、皆さんだと心美眼だったりとか、人生設計とかね、えー、チャンスをどう捉えるか、チャンスをどう見るかってことによって変わってくるんじゃないかなと思いますので、えー、あくまで僕のね、えー、なぜやらないかっていうその質問があったので、お答えしたっていう形になっております。少しでも参考になればなとは思いますので、今後もね、えー、たまにこういった質問にお答えするコーナーを設けていきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日は以上になります。高速で。 go